か。じゃあじゃあ、けよ。パキガチの女子お願いします。何これ何の。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日の企画、カパの誕生日祝ってみた。初の。いや、あ、そうだ、初か。そう、初。こちらね、いつもお世話になってるしげきさんに、はい、はい、お邪魔しております。お邪魔します。はい、いきなり好きなもんを好きなだけ食っちゃって、大丈夫だから。そう、でもマジで本当にただ祝うだけというか、好きなだけやっちゃっていいから。知らないよ、どこからお金って。知らないけど。で、だからそれは任せろって。なんで誕生日祝いで俺らが招待してんのって話だろ。そう、まあ、心配すんなよ。なんだよ、そのカッパみたいな顔して。楽しんでくれよ。心配でしかないから、これは。今日はもうそういうパーティーですから。はい、ありがとうございます。久しぶりに楽しんでいきましょう。はい、はい、はい。じゃあ皆さん、大事な左手に持ってください。はい、左手。カパの26歳。うん、はい。もうここまでリーダーとして支えてきてくれました。ああ、はい。26年間。まだまだ10歳ぐらいだよ。産んでくれたお母さんにも感謝だし、はい、もう本当この肉を忘れられない味にしましょう。まだねえよ、肉。乾杯。乾杯。乾杯。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。あー、やっぱこの風で飲む酒うめえな。酒じゃねえし。酒じゃなかった。酒じゃなくなくなったのってない。もともと酒じゃないし。え、マジか。ちょ、この店めっちゃ好きだったから嬉しいわ。そうなんだよ、めっちゃ怖いよ。だから紹介で食えるでしょ。紹介でどこの酒知らねえけどな、お前ら。バカだから。あれ、めっちゃ金の話知らないって。うるさくね、こいつ。金がねえやつらにご飯誘われるほど怖いもんねえんだって。うるさくね、なんか金の話。なんかもう今日限りじゃない、祝うの。純粋に喜んでほしかったもん。そうそう、ありがとう。ありがとうでいいじゃん。そう、俺らが気持ちくないの。頼むわ。はありがとう。ありがとう。いいよ、楽しんでって。はい、まあね、ちょっと肉が来るまでね、ちょっと待っていきましょう。はい、はい、はい、ということで、お肉が到着しました。すごい、すごい、すごい、素晴らしい。ちょっとマジ、ユッケ見てほしい、これ。え、これやばい。え、グレーわ。おじつき、上がひしめいてる。これ見れば見るほど、疑ってくるわ。待って、こいつバックカレーの話をしない。あ、まずなんか、これを見てまだ言う。これを見たら言うなら。なんか俺らが帰るのも尺だから帰ってくる。食わないでね。だからいいよ。なんだ。まあまあじゃあいいわ、焼くわ。はい。もうその誕生日だから。あ、じゃあ。帰っていいね。はい。まずから行く。行きましょうか。うわ、それから。うわ、すげえ。これだ。入って。26歳。もう抱負とかもない。まあまあそうだよね。パパ確かに。見た目的な問題で言ったら体重増やしたい。なんかさ、お前別にね、中そんなこと言ってた。増やしたいって言ったり、減らしたいって言ったり。あとはね、なんだろうな、肌を綺麗にしたい。聞いて、人が一生懸命抱負話してんだけど。え、だからね、鼻をでかくしたい。聞いて。教えてもらいます。先生が師匠に。あ、でもそれもずっと言ってるよな。なんかやってるし、ね、ずっと言ってる。ずっと言ってんのよ。だからなんかそういうことじゃなくて、スクワット的にはずっと言ってるけど、やっぱでっかいイベント出たいね。おお、ステージ。うん、ああ。それはもうでっかいイベントに出たいのはもうずっと変わらずだもん、これは。じゃあ例えば TGC。 ああ、TGC カンポレ。カンポレね、結成当初から言ってますか。確かにずっと言ってるわ。なるほどね。それを26歳の目標にしたいと。でもやっぱ誕生日はこう、まあ、男だけど、男だから焼肉行くのが一番いい気がする。うん、あ、まあまあまあ、女の子だったら、まあ、コース料理みたいなところもなんかおしゃれでいいかなと思うけど。生きるなよ。夜景が見えるところとか。生きるなって言ったことある。まあ、ないじゃあ生きるなよ、お前。いや、ドラマでは見たことある。あれさ、女の子のさ、誕生日にさ、うん、めちゃめちゃロマンチックにさ、祝う彼氏とかいるじゃん。うん、大事ことしたことある。俺ね、できない。てか、わかんない。風船とかでさ、27歳とかにさ、あれやる人マジすごいと思う。いや、努力できないとかじゃなくて、やってる自分がキモくなっちゃう。わかるよ。わかる。めっちゃわかる。うん。だってぶっちゃけさ、うん、
やろうと思えばできるじゃん、風船を置いて、うん、でもその飛行になったのが気持ち悪くなってさ、うん、絶対できない。逆にされたことは、その一番最上級の誕生日祝いされたこと何ある？これもうこんなこと言ってて、うん、お前何を言ってんだって話になると思うけど、風船はやられたことある。あ、マジ？マジ？そうなんだ。あるなんだよ、なんだよ。なんで結婚できると思ってんだろうな。どうだよ。結婚関係ねえだろ。なんだよ。じゃあやられたことあるかどうかって言ったら、あるよってやる。あ、そうか。うん、それごめん、俺がありますね。なんでお前結婚できると思って。こんな話してる。関係ないし。ごめんなさい、言わせます。いや、その時はどういう曲やったの？あれがやだったよな。 100% で喜ばなきゃいけない。5万6,030円。すごい、おめでとう、誕生日。
素晴らしい方ですよ。なんと今回のお会計こちらに出させていただきます。こちらに出させていただきます、はい、いやそれはそう。だからお前がずっと気にしてたようだけど、うん、あのあそうそうカバーで名前下ろしてきましたね。ああ、ありがとうございます。それはほらそれは下ろしてないと来ないね。お腹いっぱいで眠くなってきた。うんうん、この後あるのを食べたら終わりくらいの感じなんですけど、せっかくの誕生日ということで、今回全員からカバ村長に感謝の手紙を書いてきました。何でコムドッキーだった。なんか普段やんないけどね、うん、まあ、手紙なんか感謝の手紙書いてきたんで、はい、一人ずつ読みますか。はい、やればやるほど怪しくなってくる。なんだそのさ、なんかいろいろさ、うん、まだ飯をおごるぐらいだったら、うん、まあまあまあそういう時もあってもいいか。いやいやいや、そういうこともあっていいじゃない。いいたまにはね。いいだろ、大丈夫だよ、うん、まあじゃあ呼びますか。はい、はい、カズからこういくよ。ああ、そうしますか。じゃあいいですか。はい、じゃあいいですか。はい、はい、カパへ、まずは26歳誕生日おめでとう。カパはずっと俺らのことをまとめてくれて、常にスクワットのことを考えて行動してくれて感謝しかないです。俺にはできないリーダーシップとかはリスペクトしてます。一つ演者としてダメ出しをするなら、もうちょっと自信を持って前に出ていいなと思うし、気もツッコミもどんどん出していけばカパの良さがどんどん出ると思います。これからもスクワットのリーダーとして俺らを引っ張っていってください。俺らも全力でサポートするね。絶対に売れような、お前の憧れ、カズより。はは、ちょっと待って、泣いてないね。泣いてない。ちょっと涙出てる。泣いてない。え、一人いないよ。待って、村長へ、まずはじめに26歳の誕生日おめでとう、こうして手紙を書くということはなかなかしたことがないので、少し照れくさいですが、せっかくの機会なので今日はいつも伝えられない感謝の気持ちを伝えられたらなと思います。まずはじめにスクワットのリーダーでいてくれてありがとう。スクワットのリーダーはマジで大変なことばっかだと思います。メンバー全員一人一人で性格はバラバラだし、会議の時もみんな意見がバラバラで、それをまとめなきゃいけないのは本当に大変だと思ってます。そんな僕たちを結成してからずっと引っ張ってくれて本当にありがとう。リーダーの決め方は一番遅刻しないでカパが一番まともだからって決めたとよく言うけど、それ以外でもやっぱりカパはスクワットのリーダーでよかったなってすごく思ってます。カパがいてくれて今のスクワットこうして何カパが言ってくれてスクワットをこうしてこの場で焼肉が食べていられて笑顔でやれていると思いますので本当にありがとう。これからも迷惑がたくさんかけると思いますが、これからもスクワットのリーダーとして引っ張ってくれたら嬉しいです。絶対100万人いって売れたいですね。はい、以上。ご用意。もう。ちぎって渡す。じゃあタイプ。じゃあ私行きますか。カパ村長へ。まずは誕生日おめでとう。カパ君とは小学校からの付き合いで、小中高。同じは本当に数少ない友達ですし、今もこうして友達同士関係が続いているのは、だいぶ貴重な存在だと思います。ですがまさか俺がそんな奴に名前を付けるとは思ってませんでした。そうか、そうけど彼がちゃんとカパ村長を気に入って胸張って生きていってくれてることがとても嬉しいです。 YouTube にとってキモさは旨味だと思うので、そこをもっと前面に
出して頑張ってくれることを願ってます。これからもカパ村長として末永く頑張ってください。スクワットタイミング村長へ。俺は本当にお前のことが嫌いです。ナルシストなとことか、人の気持ちわからないとことか、挙動が気持ち悪いとことか。でもせっかくの誕生日で手紙を書く機会なので、普段言わない感謝を伝えたいと思います。人としては嫌いだけど、リーダーとしては尊敬しています。俺らのチームは何度も壁にぶち当たりました。現状まだ売れてないし、今まさに大きな壁が立ちはだかっている状況です。でもその度に俺らをまとめて、その壁を乗り越えさせてくれたのはカバ村長だと思ってます。こんな 何も考えてない俺らのことを引っ張ってくれたおかげで、今のスクワットがあります。本当にありがとう。これからもたくさん俺らを引っ張っていってください。そして最後にもう一つ感謝を伝えなくてはいけないことがあります。今日の焼肉代はカパ村長の部屋にあるカードを売って手に入れたお金です。は？ごちそうさまでした。最後なんて、今日の焼肉代はカパ村長の部屋にあるカードを売って手に入れたお金です。はぁ、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。どういうこと？映像を見てもらえますか？はい。じゃあちょっと開けてもらって。あ、はい。じゃあ、まあ詳しくはこちらの映像をどうぞ。はい、どうぞ。リーダーのカード勝手に売って焼肉食べてみたということで、これが一応カパ村長の部屋です。はいはいはい、我々のスタジオのね、うん、我々もね、知ってる通り彼はカードを集めてる。めちゃくちゃ集めてます。めちゃ開けてます、うん、だからそれを探して今日は売るだけです。あ、なるほどね。はい、めっちゃ簡単。あ、ほんとだ。ついにレアの見たことないぞ。見たことないけど、さ、うん、うわ、ナッチ、俺持ってたわ。ナッチ、ナッチ、ほらほらほら、めっちゃ懐かしい。なんかもう青春のカードみたいな。うわー、やばすぎない。ということで、はい、今回ですね、はい、このカードたちをトレカの買取販売トレトクさんに、はい、買い取っていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。で、このトレトクさんっていうのがノーマルカードとかも全部まとめて買い取ってくれる。あー、ありがとうございます。すごい良心で。で、買い取ってくれる種類が、はい、遊戯王、はいはい、ポケモンカード、はい、ワンピースカード、はい、デュエマ、はい、マジック・ザ・ギャザリーの5種類。はい、おー、じゃあ結構幅広く。ただノーマルカードでも何でも買い取ってくれる。はいはいはい。専用の段ボールみたいなのを詰めて、それを送るだけで査定をしてくれるんだけど、うん、そのトレトクさんは専用の段ボールも無料でまずこっちに送ってくれて、はい、で、それに全部詰めておけば、その段ボールの回収もしてくれる。すごい、行くない。だからもう、もう俺らは、箱に詰めて、うん、パッて置いとけばいいだけだから。やば、うん、めっちゃいいよ。めっちゃいいです。めっちゃいい。じゃあまたここカパが集めたらここやっちゃうよ。何回も使えるだ、それ楽だもん。で、しかも送料も無料です。うん、うん、はい。ありがとう。ありがとう。お疲れ、青春。で、次ワンピースね、これね。これ、はい、ありがとう。ありがとう。ありがとう。元気でな。美味しくなれよ。美味しくなれよ。ダンボールに詰めたんで、こちらで申し込みしていきます。はい。はい、で、これが、まあ、いくらになるのかが後日分かった。なるほど、ね、なるほど、はいはい、やっていただいて、でそれで焼肉を食べていきましょう。ありがとうございます。楽しみです。カパとトレトクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、本当に。え、ってことは、こいつ、つまり全部売ったってこと？はい、全部売りまして、えぐ、金額の方が56,823円。すごいね、お前。焼肉代めっちゃ近くね、お前。はい、ビタビタに調整しました。おえ、ビタビタに調整しまして、カパの、ま、カードでっていう感じになってるんですけど、はい、一応、ま、これ聞いたら許してくれるかな。あー、あれ言っちゃう、うん、
トレトクさんからの企業案件でございます。ありがとう、マジで。だからいろいろに回してきてます。ありがとうございます。なるほどな。はい。あ、なるほどな。あー、なんかちょっと許せるわ。そうっすかね。ちょっと許せる。そうっすよね。そうなんですよ。まあでもすごいね、カードで56,000円ね。よくそんな集めてたんだろう。あ、もうそれは結構、まあまあ買ってる、かつもらったやつもあるから。うん。でも案件か。はいはいはい。だからトレトクさんありがとう。トレトクさんありがとう。そうです、ありがとうございます。え、お前ら箱に詰めただけや。トレトクさん、概要欄の方に貼ってあるんで、気になる方はぜひともチェックの方お願いします。お願いします。はい。で、待って、俺のこれミスだわ。何？すげえ忘れてた。もう一サプライズあったんだけど、うん、全然順番間違えちゃった。何？ああ、ちょっとお願いしまーす。そうか。失礼します。わー、おはようございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアカーさん、ハッピーバースデートゥーユー。ユーちょっと気合い、危ない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